さあ来いリアム。ああ可愛すぎる。俺と結婚してくれ。なんで闇落ちしてるんですか。どうなってるんですか。ちょっと待って、可愛い可愛いな。いや本当に美しいカレン。でもちょっと待って、なんでリアム闇落ちしてるの。ちょっと待って、いや幸せなリアムの SSR をそろそろ出してくれたっていいんじゃないんですか。でも可愛い。はい、というところまで収録した段階でちょっと休養が入って翌日です。なのでここ無料ガシャはね2回分引いておりますが、ただあまりにもちょっとさっきの闇落ちリアムが気になってしまう。なぜ闇落ちしているのか、どういうことなのかね、明らかにもう幸せいっぱいの花嫁だったのになんでこんなことに。いやもうこれ可愛いけどね。おー、漆黒の衣装リアム初めてだからさ、これはこれで可愛いんだけど、いや初めてではないか、制服があるか、まあでもこういうドレスだね、漆黒のドレスは初めて。でもなんでこんなキラキラから目曇っちゃってんのこれ、マジで。ちょっとこれ解釈ね、そろそろリアム、幸せなリアムが見たい P としてはちょっと寂しいんですがねえ。ちょっと角生えちゃってるしね、もう。あ、角じゃないねこれこれは編み込みだね。うん、いやー、そして北条カレン、私たちのザ・シンデレラですよ。あまりにも美しい。いやいいなー、やっぱり花嫁今までもらってなかったんだね。そうだから、こういうね幸せな感じの、幸せな特訓前、幸せな特訓後リアムにくれたっていいんじゃないの。いやでもこんなリアム俺が引くことで、お迎えすることで誰よりも幸せにしてあげないとダメですよね。そうですよね。ということで大感謝、リアムを花嫁にするための天井覚悟、もう大感謝ガチャ始めていきましょうか。もうね、とどまるところを知りませんよ僕たちは。もうどこまでも引いていく。早速いきましょう。まずね、この無料2回を消費してからのですからね。前回ね、久しぶりにフレちゃんのガシャ動画でもう引きに引きに引かされたということで、まあね、今回も天井でも驚きはないんです。なぜなら、まあ、僕のチャンネルずっと見てくれてる人ならわかると思うんですけど、最近ね、出すガシャ動画、マジで強すぎて引きが、本当に100連以内に絶対ピックアップを引き続けてきたというところがちょっとあったんで、ねえ、だから今回も天井でも何も驚きはないんです。ただ、リアムをお迎えするという、その確固たる、断固たる決意、それだけを桜木花道のように持って引いていく。それが 大切なんですよね。それでは行きましょうか。あ、ちょっと待って。おスペシャルガシャセット。そら買うでしょ。これ買っといて、それでチケットから引いていくという。そういう仕様こと、さっ、お、まあ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 、今のロードじゃリアムは来てくれませんよと。それはね、もう間違いないんです。これは完全に。まあ、でもできればね、理想を言うなら、引くまでに時間がかかるのであれば、やっぱカレンもお迎えしておきたいよねという。それはね、やっぱり間違いないところで。さっ、お、なんだ今のロードは。ちょっと、みたいなロード。さあ、いやまあまあまあ、でも SR 引きすぎじゃないこんな SR 射抜くことあるってぐらい SR を射抜いている。もうこの SR 祭り、これはもう SSR をお迎えするための準備が明確にできているんじゃないですか。よーし、ということで割引ジュエルを完全に購入を完了して、もうこれはね、この割引ジュエルでまず戦っていきたい、そういうところです。さあ行きましょうか、俺たちの夢見リアム。さあ素晴らしすぎる。でもね、今までリアムのガシャってほぼ天井でしか引いてない。なんならフェス限リアムに関しては600連かかってる。その印象というかイメージがまだ僕の中には明確にこびりついてるんですね。だからこれが、まあリアムを普通にピックアップでシャポーシャリーン夢見リアムみたいな風にお迎えできるとは正直ね、1ミリも思ってないんですね、これは。さあ、そこをどうやっていくのか。そこが全て。いや、どうやっていくのかも、こうやっていくのかも、ただ、ボタンをポチポチ押して、ねえ、叫びながら待つことしか僕にはできない。あまりにも無能。お今のロード、
ちょっとってかそろそろ SSR 引きたいよね正直。まあ前回とか結構 SSR の引きがね3パーとは思えない引きをしているからこそ今60連でもまだ1枚も引いてないっていうのはあるのかも。今の重厚なロード、さあ青い風は吹き抜けていく。1枚4枚目、ふぅ、まつながりょう、野々村空、ヤマトアキ、そしてアンパンパン、これは相馬夏美さん。いや持ってないんじゃないよ、持ってないね。いや素晴らしい飛び立つアナザースカイ。いやまあここで持ってない SSR を普通に射抜いていくという、これすごいよね。出身地京都だからね夏美さん、僕と同じ出身地だからこれはテンション上がりますね。いやしかもプレミアムカットだしね。ほら見てあの子ずっと一番高いところを泳いでいるの、まるで空を飛べて楽しいみたい。うーん楽しいって断言できるわ、だって私も自分の翼で飛ぶ楽しさを知ってるもの。いやもう素晴らしすぎる、僕と一緒にフライトしてください。いやもう本当に素敵なアイドルしかいないこのゲームは。本当にね今学園アイドルマスター大盛り上がり中ですが、デレスだって負けちゃいませんよというところを僕のこの動画でね発信していきたいわけですよ。負けちゃいない、もうアイドルに寄せんなし、無敵なんですみんな。いやーロード入らない。いやでもそれでもやっぱりねこれがリアムのガシャなんです。リアムのガシャ、そして SSR が1枚いる。さあ誰ですか。まあここはね、おおゆっこありがとう、サイキックミラクル、あー素晴らしい、かわいすぎる青春エナジー。いやもう完璧、今完全にエナジー注入されちゃったからもう負ける気せえへん、地元やし状態、ここが僕の地元だったんだって今そういうこのふわふわした気持ちになってしまった。ああもう僕の青春は堀優子と共にあったんだなっていうそういう感じ、わかりますか、わかりますか、わからない、わからないでしょうね。噛みまくりですね。いやーさあとりあえず今100連3分の1を引いて新規 SSR を1枚を迎えしている。まあまあまあ自分のバカスポイント的に考えたらそんなに実はね悪くないんですよ。 SSR を引いた枚数は2枚だけど、やっぱ新規をちゃんと1枚お迎えしている、これがこのゲームのテンションが上がるところ。そして今のロード、さあいやーロードだったけど、まあまあまあこうやってね、こうやってねロードでも来ない、これがリアムが僕の大好きなアイドルたるゆえん。おなんだ今の 0% ローディング、青い風が吹き抜けていく、今日初めてのブルーウェーブ。おおちょっと待って、マジでちょっと待って、あっおーナタリアだよ、ありがとうナタリア、かわいすぎマジで、最高級アットホームマイルーツ、最高のナタリア。いやテンション上がった、今のはテンション爆上がりですよ。このテンションのまま140連目に行けるわけですからね、もう早速行っちゃいましょうか。おお、ちょっとムッっていうロード、これワンチャンありけり。おお、いやいるいる、カレンかリアムかどっちだっていい、頼む。わあ、ユーベイビーリアムだー。指輪の値段っていくらって設定したっけ。あ、給料10年分。僕の給料は全部君にあげる。いやマジか、嬉しすぎる。いやカレンの前にリアムが来る、マジかリアム、給料10年分どころかわずか3万ぐらいで来てくれてるよリアム、うわーマジか嬉しい、ありがとうリアム。やっぱり最高なんだよな、しかもプレミアムカットにねこれはしていくのも確定。皆さんに大事なご報告があります、僕、夢見リアムは大切な人のもとへ行きます、そして最高に幸せになります、いつも応援してくれるおたくさんたちの分まで。いやーもう感無量、うー
もう自分がね、あの自分には何の才能もないんだって部屋の片隅でねぐーたらしてたリアムがプロデュースしていった結果こんなに羽ばたいて、しかも幸せになってくれるなんて、こわプロデューサー名義にまさに尽きる。いやあまりにも素晴らしい。ありがとうリアム、おめでとうリアム。いやちょっとこれはねテンション爆上がりですわ。ちょっと親愛度演出見て特訓していきましょうか。僕だって結婚に夢見るか、こちとら清らかな乙女じゃ。3食昼寝付き、家でダラダラおたかつだけしてればいい生活を確約してほしい。天国じゃん、規制万歳。まあでもリアムと結婚する男なんだったらやっぱりそれぐらいの覚悟を持ってないとダメですよね。リアムにその一般的な普通の草みたいなことをやらせようっていう男にリアムはあげられませんよ、私としてはね。はい。P 様からの愛で僕は生まれ変わりました。俺からの愛で、今までの火薬庫夢にはネットの海にポイ。うわこれからは良妻リアムちゃんとしてよろしくお願いします。いや成長したなリアム、嬉しい。こんなもんでいいでしょ。ちょっと真面目なこと言ったら綺麗になった、漂白とかさ、ちょろいよね、手のひらコロコロよ。まあ結婚って確かに有名人のイメージを変えるには一番いい方法なのかもしれないね。結婚したらこっちのもんだし、綺麗なリアムちゃんは一日たりとも持ちません。え、聞いてた、待って、今のなし、リテイク希望ダメ。いやでもリアムは別にずっと綺麗じゃない、なんか綺麗じゃないみたいな風になんか売り出そうとされてるのがシャクナぐらい、リアムはずっと綺麗だよ、まっすぐ頑張ってるよ、いろいろねえ違う。さあこのリアムがなんでこの素敵なところから闇落ちしてしまうのか、それだけがちょっと気がかりなんだよな今。おお。人生絶頂期、リアムちゃんの幸せストーリー第2幕。そんな夢を見てた時期もありました。世知辛すぎだろう、式当日に振られるってなんだよ。ああ、全部めちゃくちゃにしたい。なんなんそれは。そいつどこにいんのマジで。マジでボコボコに殴ってやるよそいつマジで。いやちょっとさ、シンプルにリアムがただただ幸せな SSR だってさ、くれたっていいやんねえ。いやあるよ、あるんだけど別にね、それだって。いやでもなんか最近リアムをかわいそうな目に合わせればいいみたいな風にちょっと思ってるでしょ。そんなことないからね、こういう子が幸せになっていくところが見たいんだよみんな。いや分かってないこれは、ちょっと誰だこれを考えたやつは、許せんな。いや振ったやつがマジで許せんなこれ。いやでも親愛度演出でちゃんと幸せになってくれると信じてる、これは親愛度だからね。頼むよリアム。 P 様はまだ結婚しないでしょ、大丈夫だよね。信じてるよ僕は、 P 様が一緒にゴールしてくれるって。置いてたら病むからな。いやそうだね、もうそんなクソみたいなね、式当日まで来といてねえ、そんなクソみたいな男を忘れたらいいよ、もうもう一緒にゴールしましょう、もう生涯面倒見ますよ僕が、マジで。永遠の誓いってホイホイできるもん、今日こそ何かするぞって意気込んでも1分経ったらやる気なくなるんだよ。無理。いやわかる、いやマジで
自分もそうだもんな。いつも何かやろうと思ってもすぐなんかまあ今日はいいかなってなっちゃうもん、マジで。あと永遠の誓いは一生に一回しかしないから、ホイホイはできないですよ、そりゃ。うん。アイドルだってさ、急によくわからん理由で脱退が発表されるじゃんか。あんなにずっと一緒だよってファンさせてくれてたのに、ピエン、やっぱ永遠なんてないわ。ていうかこれさ、なんか他のウェディング SSR ってなんか結婚のパンフレットに載るとかそういうのが多かったのに、リアムこれガチで結婚当日に振られたあれになってない？めちゃくちゃちゃんと恋人がいた感じになってない？それはそれでめちゃくちゃアイドルとしては炎上しちゃいそうじゃない？だからごめんね、P 様。僕、P 様に未来を約束は。は？最初から期待してない？いや、しろよ！それでもリアムちゃんとエターナルしたいって言えよ！それでもリアルちゃんとエターナルしたい！いやちょっとマジでね、もうこのリアムはもう生涯をかけて僕がプロデュースをし続けていかなければ、本当にねどんどん間違った方向に、悪い方向にね行ってしまうんだなというのがちょっともう身に染みて分かったので、彼女を幸せにするためだけにこれからも僕はアイドルマスターシンデレラガールズリアム担当 P は続けていこうと思いますね。はい、いやーこれはちょっとね、この幸せなリアムを本物であるようにしますよ、僕は。いやー、リアム、これはちょっともう、離れるわけにはいきません、彼女から。ということで、今回お迎えしたリアムで、最高にリアムな MV を見て、お別れしましょう。いや、マジで、バンナムサイゲさん、幸せなリアム、絶対実装してください、ちゃんと。行くぞリアム、俺たちの夢にリアムを見せてやれ。いやーもうめちゃくちゃ可愛いやんリアム、やっぱねこの黒い服も全然似合ってるね、マジで最高、素晴らしい。うらおい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 、よっしゃシンデレラユート、クール、ファッション、ピンク、ブルー、オレンジ、ジャージャー、ダンシン、シンギン、いい子いい子、上等、大丈夫、アイドル、でかい、普通、多分普通、デスブツー、デスブツー、リンゴ、ポエム、エビ、リポービー、リポービー、アリアム、アリアム、アリアム、人間ください。いやもう本当にね、リアムはね最高のアイドルなんで、みんなもね彼女を全力でめでてください。いやほんとね素晴らしいんですから。いやほんとに可愛い、見てこの可愛さ、どこにも可愛さしかない、こんなにも可愛さしかないんですよ。この可愛さをもう全国世界中すべての人に届けたい。見てください、見てください、うんこー。いや本当にこんなにこんなに可愛いんだから。いやほらこの歌詞素晴らしい、みんなが僕のアイドル、お願い死にたくない、夢は夢で終わらせない、ナイスコクソスコ、みんなでみんなでみんなでうんこー、うりゃおいうりゃおいうりゃおい、オタク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 。いや最高、お通夜になってんじゃねえか、当たり前だわ。